ドイツ連邦議会で演説する、ゲルハルト・ボルフ・マング・ゲルハルトは、ドイツの政治家。1995年から2001年まで、自由民主党党首を務めた。その他ヘッセン州科学、文化大臣、FDP ドイツ連邦議会幹事長などを歴任。ヘッセン人民州、ウルリヒシュタイン出身。1963年にアビトゥーア合格後、教育学、ドイツ語学、政治学を学ぶ。 1965年に自由民主党入党。1970年に博士号取得。ハノーファーのフリードリヒナウマン財団事務局で働く。同時に1978年まで、ヘッセン州内省顧問や大臣官房長を務める。1978年、ヘッセン州議会議員に初当選。以後1982年までと、 1983年から1987年まで、1991年から1994年まで、ヘッセン州議会議員を務める。1982年から、ヘッセン州の FDP 代表及び、連邦幹事会員。1983年以降は、ヘッセン州議会 FDP 議会会派幹事長を、務めた。 1987年4月24日、ヘッセン州のバルター・バルマン州首相の内閣に科学、文化大臣として入閣、連邦政府前県代表や修復首相を兼任した。しかし1991年の衆議会選挙で、ドイツキリスト教民主同盟、FDP 連立がドイツ社会民主党に敗れたため、大臣を辞した。1994年、 ドイツ連邦議会選挙に出馬して初当選。1995年にクラウス・キンケルの公認として FDP 党首に選出され大きく交代した党勢の回復に努めた。1998年の連邦議会選挙後はドイツ連邦議会の FDP 会派幹事長を兼任した。しかし党内の批判が高まったため2001年に 党主職を若手のギドベスターベレに譲った。2005年の連邦議会選挙に際して、セディ FDP 連合が勝利した暁には、外務大臣への就任が予定されていた。しかし選挙は、セディとスピードの大連立政権成立という結果に、終わり、FDP は野党に止まった。この結果 FDP は、連邦議会における最大野党となり、幹事長としてゲルハルトは、 野党連合の代表となった。2006年に連邦議会幹事長職もベスターベレ党首に譲った。同年からフリードリヒナウマン財団総裁を務める。2013年ドイツ連邦議会選挙に出馬せず、政界を引退した。夫人との間に二次。ありがとうございます。